旅に出る覚悟は固まったか？ならば話そう。最初に向かってもらいたいのはロデル砂漠じゃ。そこにリソース候補がある可能性が高いんだな。最も可能性が高い地域ではない。え？ならどうしてそこを選んだんだ？前に言った通り、お主らの派遣は治安維持も兼ねておる。騒乱の起こる可能性が高く、かつリソース候補も存在するであろう地域を真っ先に選んだですね。저게산적들이라도있는거예요?この砂漠ではある不安要因が取り沙汰されておる。砂漠を渡る正体が砂嵐の中でそれを見たそうじゃ。地響きのような足音を立てて、とてつもなく大きな影がうごめいていたと。その他にも報告は数件上がっておるが、轟音や巨大な叫び声などを遠巻きに耳にした程度。正体を特定できる目撃情報はない。ああ、思ったより深刻だな。早急に解決する必要がある。そしてそれほどの存在ならリソース候補品の所持者、あるいは存在自体がリソースであってもおかしくはない。納得したよ。ユージはすぐに出発しよう。そうだね、住民が心配だ。頼んだぞ。ここがカーディナルからの情報で聞いた砂漠で、合ってるのか？位置は間違いないよ。遭遇したのは夜らしいけど、とてつもなく大きな影か。厄介な相手になりそうだな。暑いな。だね、正直森育ちにはきついかも。ほら、山があると山から風が吹き降りてくるし、暖かい日でも風を感じて涼しかったりするんだけど、ここじゃ吹いている風は熱風の砂嵐だもんな。砂粒も勢いよく当たって痛いし、口の中がジャリジャリする。ユージはこまめに水を飲んどけよ。それでカーディナルさんからの情報によると、影に遭遇したのは正体だっけ？そうらしい。まずはそっちを当たろう。近くの町で正体の情報を集める。ついでに得られるものがあるかもしれないぞ。リソース候補だね。聖豪騎士の神器のリソースは伝説の生き物や逸話とゆかりの品が多いし、正体不明の何かというのは調べてみる価値があるんじゃないかな。そうだな、行こう。お、町だ。住民に聞き込みをしてみよう。おい、はい。ちょっと質問を。あ、水汲みの仕事中だったか。大きな水桶が4つもあるじゃないか。大変な重労働だな。これをどこに持っていけばいい？ご親切ありがたいのですが、이래가지고유지호를옆에다가딸려보낸거죠。자연스럽게마을주민만나자마자자각걸고있어。決まっておりまして、そこの緑の屋根が私の家です。近いのですぐ終わりますし。俺が運ぶと決まりを破ることになるのか。ならこうしよう。優勝、そっちの水桶を2つ持て。どうする気？あそこの家まで競争だ。そういうことか。行くぞ。あの俺の勝ちだ。나는대신들어준게아니야。急に始めるんだもん。그냥귀가에가다가물통이놓여져있었고、그걸친구하고같이들고저희까지누가먼저도착하나경주를했을뿐이야。연놀린가？仕事じゃないからな。俺たちが水桶を勝負に使ったんだ。勝手に使って悪かった。まあこういうやつなんだ。悪気はないから
許してやってくれないかな。許すどころか、その習わしまで破って助けてくれる優しい男性は初めてで、なんて言ったらいいか。이거유지오통해서아니면카디널이얘네들을지켜보고있는거통해서아수나도다감시하고있는거아니에요돌아가면은또데스나가사바크牛ですけれど사바크牛あれです라쿠다다どう見ても라쿠다다いい사바크牛だね。うちで飼っている砂漠牛なんです。剣士様、よかったらうちに来て乳茶を飲みませんか。仕事中なのでごめん。そうですか。砂漠牛よりも大きい生き物はここにはいないか。砂漠にはいるらしいですけど。どんな生き物か。申し訳ありません、この町を出たことがないので噂程度しか知りません。リュウサの民の方が詳しいでしょう。リュウサの民。砂漠を放浪しながら砂漠牛の遊牧や交易商をしている民です。どこに行けば会えるかな。正体が立ち寄ったばかりですので、あの門から足跡を追っていけば会えるかもしれません。情報ありがとう、助かったよ。剣士様のお役に立てたなら幸いです。いや、俺剣士というより見習いみたいなもんだし。私にとっては立派な剣士様です。あじっと剣士様が旅の途中で私のことを思い出してくださいね。うん、それじゃ。ユージオさん、아스나에게보컬건술로하나잡아가지고冷たい視線は何でしょう。いや、リズニーは聞いていたけど、目の当たりにするとすごいの一言に尽きるな。何が。あいつ行く先々で女の子と出会いがあるのよ。しかも無自覚に、その子にとっての特別になるの、許せないわよねって。待て待て、なぜ突然その話を。さっきの女の子だけど、キリトに気があったんじゃないかな、多分。え、嘘。無自覚が証明されたね。勘違いじゃないか。目を見たらわかるだろう。アスナがあんな切実な顔で送り出してくれたのに、君ってやつは。誤解だよ、絶対そういうんじゃないって。え、そうだよな。危なっかしいな。この足跡の数、リュウサの民の正体って結構な規模だね。足跡をたどれば追いつけるな。急ぐぞ、ユージオ。ちょっと待ってよ、キリト。砂漠に行くのに準備はしなくてもいいの？今出発すればすぐに追いつくだろ。そうすれば問題ないって。そうだね。それじゃあ、行こう。ユージオ。ん？どうしよう、足跡が途切れた。この丘、向こうが吹きさらしの谷になっている。足跡も砂で埋まったんだろうね。それにしてもひどい風だ。まあ、もう夜だし引き返さないか。さっき岩場があったよね、風よけになる。あそこで野営をしよう。賛成、行こう。冷えてきたな。昼間あんなに暑かったのに。やっぱ砂漠や。砂漠ってのは昼夜の温度が極端な場所だってルーリットの村に来る商人が言っていたな。あの頃は遠い世界の話みたいに聞こえたけど、実感するなんて。
焚き火が欲しいところだけど。ユジオーが半眠りとこいっす。砂漠じゃ薪は手に入らないからね。くっついて眠れば体温保てるだろう。ほら、こっち来い。ああ、キリト、僕の毛布持ってきすぎだよ。細かいな、別にいいじゃんか。誰のものとか気にしないで行こうぜ。まったくもう、君はそうやってずけずけと。星が綺麗だな。そうだね。なあ、ユージは、俺ってちゃんとやれてるのかな。やれるって何を。この世界に来てアドミニストレーターを倒して、そこまでは迷いがなかった。でももしかしたら俺の判断がアンダーワールドの存続を危うくしているんじゃないかと。アドミニストレーターを倒したのが間違いだった。それもだけど、お前をルーリットの村から連れ出した、あれはさ、俺の利己主義だったんじゃないかって。俺はどうしてもオートに行かなければならなかった。でも異世界から来たばかりの俺には何の知識もなく、目的を果たすためには相棒が必要だった。それでお前を選んだ。バカだな、キリトは。友情。あのままだったら、僕はギガスシダーの根元で、刻み手として斧を振るい続け、シワシワのおじいちゃんになるのを待つだけの人生だった。それは幸せな人生かい？お世辞にもそうとは言えないような。いいかい、キリト。君は僕の運命を曲げ、世界の断りを書き換えたのかもしれない。でもね、なすべきことをしたまでだ。そうだろ？そうかな。アドミニストレーターがあのままだったら、僕らの生活は見えない支配の力で縛られたままだった。自信を持てよ。キリトがいたから、今がなんとかなっている。僕はそう思っているからね。あのさ、ユージは、お前はずっと俺の味方でいてくれるよな。もちろんと言いたいけど、僕にそんな約束をする資格はないかも。アドミニストレーターに操られて敵に回った件なら、シンセサイズの秘技がそうさせただけで。あの日を思い出すたびに胸がチクッと痛むんだ。アドミニストレーターは僕の本心を引き出しただけかもしれないってね。そんなことあるもんか。キリト、俺の知る友情は愛を知っていて、正しい道がどこにあるのかも理解していた。アドミニストレーターを打ち破ったお前こそ本当のお前だ。揺らぐなよ。お前こそ自信を持ってくれ。お前は道しるべだ。いなくなったら迷子になる。ずっと俺の味方でいてくれ。わかった。約束するから。頼むからもう寝てよ。夜更かししてるからそんな恥ずかしい思考になるんだ。恥ずかしい？どの辺が。無自覚って本当に怖い。追求したいけど、まあいいや。眠くなってきた。おやすみ、ユージオ。おやすみ、キリト。夜も明けたし、昨日引き返した丘に戻って足跡がないか探してみよう。わかった。リュウサの民に話されてなければいいけど。いくらリュウサの民と言っても、あの風の中住むのは大変だと思うぞ。でも追いつけないくらい話されていたらまずいな。出発するときにもっと準備しておくべきだったね。泣き言言っても仕方ない。急いで追いかけるぞ、ユージオ。あの丘が見えてきたよ。
凄まじい風だな。丘の向こうの谷間は水の浸食じゃなさそう。風が大地をえぐったんだろうね。多分そうだろうな。砂煙で見えないけど、谷はどこまで続いているんだろう。さあね、地図には何も書いてないし、そもそも砂漠は道として扱われていない。迂回路はないのかな。迂回したら龍砂の民に追いつかなくなるよ。なら道は一つだ。覚悟を決めるか。なんて風だ。砂で前が見えない。キリト、そこにいるよね。ここだ。よかった、見えないから不安になった。このまま真っ直ぐ進むぞ。うん。なんだ、目の前がアリ地獄の巣みたいになっている。まずい、足元の砂が動いている。足がだんだん埋まっているし、下手に動くと飲み込まれるぞ。キリト！ユージオの声が遠い。どこだ？どこにいる？ここだよ。でもリュウサが今助けに行く。大丈夫、抜けられそうだし。うわ、沈む。ユージオ、どんどん沈んでいるぞ。引っ張るから俺に手を伸ばすんだ。ダメだよ、キリトまで埋まっちゃう。大丈夫だからそこで待ってて。冗談じゃない、見捨ててたまるか。なんとか龍砂から逃れないと。クソ、ダメだ、お前どんどん飲み込まれてるぞ。俺の手を握れ、ユージオ。大丈夫って言ったのに、どうして近づいたんだ。これじゃキリト、君まで。逆の立場だったらお前はどうした。同じことをしたかな。そうだね、悲しいけどこうなる運命だったのかも。バチるんだよ。せめてユージだけでも。또 어디야? 어디 천막 아닌 것 같은데. 여기. 기가 ついたかね? 具合は どうだ? 아나타와. 私は 류사의 민의 족長. 龍砂の民。そうだ、俺たちは確か龍砂に飲まれて。ユージオ、ユージオはどうなった。落ち着きたまえ、無事だ。キリト、よかった、目を覚ましたんだね。ってことはお前も龍砂のために助けてもらったよ。そうだったのか、ここが龍砂の民の家なんだな。家というか絨毯と屋根代わりの垂れ幕しかないけど。これは正体の野営装備なんだ。ここから빠져가지고떨어지면은地下に이런마을있다는거야。私から説明しよう。我々は遊牧と交易を生業としており、砂漠を転々としながら暮らしている。住処は設置の容易な天幕を利用している。しかし一週間前天幕を失ってしまった。あれと遭遇したからだ。あれというのは？我々も伝説だと思っていた。しかし実在したのだ。恐ろしき者ども、その名はサレキの巨人。巨人？サレキの巨人は常闇の世界にある
巨人たちの国から追放された凶暴な罪人たちの集団だそうで、魔女に見つかりまじないで眠らされて砂に埋められた。たわいもない童話のようなものだと真剣に語る年寄りを笑っていた。なのに巨人たちは目を覚まして砂の中から次々と這い出てきた。なあ、ユージは。キリトもこう思ったかい？魔女はアドミニストレーターで、ダークテリトリーから人界へと迷い込んだジャイアント族を神聖術で眠らせた。そうとしか思えないよな。サレキの巨人は我々の遊牧居住地で暴れ回った。仕方なく天幕を捨てて逃げ出した。それでこんな布一枚で砂漠の暑さに耐えているのか。天幕の他にも様々な商売道具もそのままだ。回収せねば立ち行かぬ家もある。取り戻そうと戦士を送ったが、サレキの巨人が居座っていた。君たちは王都から派遣されてきた剣士だそうだな。折入って頼みがある。命の恩人です。何でも言ってください。天幕に居座る巨人たちを倒してほしい。そういうのは得意です。任せてください。おお、地母神テラリア、我ら竜砂の民を見放さなかった。拠点は5カ所あり、それぞれに天幕が設置してある。地図を渡そう。拠点を制圧したら呪しを上げてほしい。民の男たちが回収に向かう。了解しました。ユージョ、夜が明けたらその居住地に向かおう。そうだね、恩返しだ。ここが最初の天幕か。ジャイアント族いるな。背丈は巨人っていうほどのものでもないね。大柄なのもいるんだろうな。最初の情報の巨大な影っていうのがおそらく大柄な方だろうね。いずれそんなのと戦うと思うと気がめいるけど、とにかくこいつらは片付けよう。制圧戦だ。正面から行こうぜ。危なっかしいことを言い出すな。それってステイクールなやり方かい？クールというよりロックかな。どうせ罠を張れるような敵でもないさ。敵を見落として制圧し損ねる方が怖い。派手にやって敵さんに集まってもらおう。一理あるね。ロックで行こう。終わりましたね。よし、ここの天幕は取り戻したね。のろしを上げよう。システムコール、ジェネレートサーマルエレメント。よし、火がついたね。次の拠点に行こう。ここにもジャイアント族がいるな。竜砂の民の食料を食い荒らしているね。手遅れになる前に倒そう。お疲れ様。慣れてきたかも。ジャイアント族の動きも読めてきた。うまくいきそうだね。でも油断しないで進めよう。ああ、のろしを上げて次に行こう。次の拠点だ。ほら、ねえキリト、ジャイアント族が大きくなってない？ユージオもそう思うか。よかった、遠近感が狂ったのかと思った。強そうだね。でも呪そうだ。動きをよく見てかわしていこうぜ。了解。オプが걸려있는상태라고해도これで最後だっけ？まだあるよ。忘れたの？暑さで頭がぼーっとしてきた。大丈夫？
休憩する？いけるさ、さっさと済まそう。のろしは僕があげるから天幕で休んでいて。ありがとう、そうする。これでいくつ目だっけ？まだ続くのか、まいったな。大丈夫？キリト、水飲む？ああ。お、これシラル水じゃないか。ムーリットの村から持ってきたんだ。それ最後だから、とってもありがたい気持ちで飲んでね。물맛도구분할수있어？よし、やるぞ。急に元気が出てきたね。残りの拠点は次で最後。よし、あと少しだ。キリト、どうかしたか？これを見て。おいおい、これって足跡？おキリト、絶句しているよ。발바닥크기가꽤큰데？そりゃそうだろ、足跡なのに大きすぎるだろ。ちょっとした池くらいはある。よく冷静でいられるな。冷静じゃないよ、怖すぎて感情が湧かないだけ。足跡の大きさから察するに、体長30メートルから40メートルの間くらいかな。メートル？あ、ごめん、メルって言おうとした。なあ、こいつの攻撃って食らったらどうなる？僕らの体は地面のシミになっちゃうかな。ああ、生々しい表現。でもそうなるか。攻撃を全部かわせるように祈ろう。キリト、見て、あそこにジャイアント族がいる。大きさはさっきより少し大きいね。それくらいなら同じ戦法でいけるだろう。これで最後だね。よし、終わった。ちょっとキリト、砂漠に寝転ばない方がいいよ。下着に砂が入るから。その前に砂が熱くて全然気持ちよくなかった。キリトのはしたない行いにステイシア様が報いを与えたんだね。俺のいた世界では罰当たりって言うんだ。へえ、罰当たりか。のろしをあげて正体の居住地に戻ろう。そうだね、きっと喜ぶよ。さあ、もう起きて、キリト。まあ、行こう。あ、どうしたの？下着に砂が入った。バチ当たりだ。だな。おお、生還か。もちろんです。天幕や物資や道具や牛も取り戻しましたよ。ありがたい。これで我々もやっていける。少しばかりだが、どうかお礼を受け取ってくれ。いやいや、恩返しができたと思っていますから。お礼なんて。お礼を渡さず返してしまっては祖先に申し訳が立たない。頼むから受け取ってくれまいか。そこまで言われたら、じゃあ一応。無理を言ってすまない。ではこれを。
何か聞こえる。何が？あっちだ。地震？地震じゃない。あれは足音だ。可愛いね、パチャコソリ。まさか。도대체얼마나큰적이나오려고소리를이렇게쿵쾅쿵쾅거리게만드는거야ジャイアント族ですね。他の人たちは逃げ遅れた者が8人、洞窟に閉じ込められ、巨人は入り口を破壊し始めて。大変だ。すぐに巨人を止めないと生き埋めになる。急ごう。다시많이어좀크긴하네キリト、あそこ。でかい。これこそ巨人って大きさだね。おっかないけど、作戦を立てている暇はない。洞窟がまだ塞がっていないから、急げば救い出せる。やるしかないね。喋った。倒した。この巨人はかなり大きいけど、あの足跡と大きさが合わないね。ジャイアント族は複数いるって話だし、まだ別に巨人がいるってことか。また足音が。正体居住地の方だ。行くぞ。見えた。あれだ。足跡の主。あかぼだ。山みたいに大きい。足が止まってるぞ、ユージオ。キリトも止まってるじゃないか。おじけつくのよ、俺。しっかりしろ。そうだね。僕もどうかしてた。リュウサの民を守らなきゃ。어디간거야こんなに強い人間がいるとはな。どうして人間を襲ったりしたんだ。魔女以外は滅ぼせと、ヒョウ王ヘイレシム様が決めたのだ。ヒョウ王？貴様らはいずれ、ヘイレシム様の力によって。ありがとう。何度も助けてくれて。お礼はいいです。ここは危険ですので、すぐに居住地を移動してください。そうだな。今すぐ取り掛かろう。キリトよ、聞こえておるか。カーディナル、今どこにおる。ロデル砂漠の奥地だけど。では、ダナキアの町は近いな。
急行してくれんのか。何かあったのか。町が襲撃を受けておる。周辺にアリスたちがおったので送ったのじゃが、どうも苦戦しておるらしく。アリスが苦戦？どんな敵だ。単独行動のジャイアント族との報告を受けたが、戦闘に入った直後に通信が途絶えたのじゃ。ジャイアント族か。俺たちも遭遇して倒したところだ。確かに手強いけど、あいつが手こずるような敵じゃない。いや、そうでもないか。アリスたちの相手は兵王ヘイレシグかもしれない。そいつは何者じゃ。この地のジャイアント族の王だ。なるほど、アリスたちが苦戦するわけじゃ。至急援護に向かってくれ。了解した。ユージオ、カーディナルからの通信だ。ダナキアの町がジャイアント族に襲われているそうだ。急ごう。